全世界の皆さんこんにちは、こんばんは、中地です。今回は、焚き火の火付けの仕方をインストラクターが教えてみたということで撮っていきたいと思います。今回は、初心者向けの動画になっています。キャンプ初心者の方だったり、今から始めようかなって、そういった方にもぜひ見ていただきたいのかなと思います。急にお前誰だよって感じだと思うんですけど、まあ新しく新メンバータナチャンネルに、まあ大体今3ヶ月目ぐらいにはなるんですけども、キャンプのインストラクターは、取得しているような形で、大体学生の頃から、まあ、インストラクターを取得してまして、キャンプを指導してるっていう形になるんですけど、まあ、インストラクターとは何ぞやって言うんですけども、まあそういった教育キャンプだったりだとか、まあ、キャンプの楽しさ、まあ、安全にキャンプをするっていうのを、まあ、心がけてキャンプを楽しむっていうのを教える伝えるっていうのが、まあ、インストラクターなのかなっていう形なんですけども、そういうのを教えてました。まあ、なので初心者の方にも、まあ、分かりやすく、まあ、キャンプの楽しさっていうのを伝えられればなと思いますので、よろしくお願いします。じゃあそれでは焚き火の準備始めていきたいと思います。はい、じゃあ準備ができました。で今回は、薪と、枕ライトを使っていきたいと思います。まあ、薪大きく分けて2種類あります。1種類目が針葉樹。針葉樹は薪割りがすごいしやすいです。まあ、簡単にカンカンと、まあ、ナタとか斧とかで、割ることができます。最初の火がつきやすいのも針葉樹になるので、最初の火付けの時ですね、針葉樹に火をつけた方が火がつきやすくなります。次、広葉樹です。広葉樹なんですけども、薪を割るってなると力がいるので、薪割りをするというのは火が安定してきた時とかに入れてあげるのが一番かなと思います。針葉樹の方が早く燃えてしまうという形なので、火が安定してきたら広葉樹を入れていくっていうのがベストになります。重さなんですけど、広葉樹の方が針葉樹より少し重たい、ずっしりとした形になります。針葉樹の方が、中がちょっと空洞になっているようなイメージ、空気が、入りやすいので火がつきやすいという形になっています。なので針葉樹は火付け用で、火が落ち着いてきたら広葉樹を使うという形になるので、購入するときは両方売っていれば両方買っていただくっていうのがベストになります。どっちかのみっていう方になると針葉樹を買っていただくのがおすすめです。では早速ですね、薪割りからやっていきたいと思います。今回はナタを使って薪割りをしていきたいと思います。結構斧を使ってこう振りかざして薪を割るっていうイメージ多いかと思いますが、こういったぐらいの薪であればナタとかそういうので、まあ、よくナイフでバトニングとかいうのも使いますけども、今回はナタを使って薪割りをしていきたいと思います。最初に注意事項として、周りに人がいないかを、しっかり確認してください。薪割り台なんですけども、本当は平らなもの、安定したものを使っていただくのがおすすめなんですが、今ちょっと代用で薪でやります。その時に石とかこういった岩とかで薪割り台として利用する方もいると思うんですけども、石とかだとこうやって割ってる時に刃こぼれの原因になるので、木でやっていただくっていうのがおすすめです。で薪割りなんですけども、振り下ろすってイメージがあるんですけども、そうするとこうやって手とかにやってしまうので、もっと大きい丸太とかだと振りかざすとかがあるんですけども、こういうぐらいの薪であればこのように最初にもう刃を刺してしまいます。一緒にトン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 っていう形、トントントンってやると薪が割れますので、そんなに力はいらないので大きく振りかざすということはありません。次は火付けになります。火付けに必要な薪のサイズがあります。で、割り箸サイズ、細いものと、ごぼうサイズと人参サイズと大根、まあ、太いっていう形ですね、サイズが必要になってきます。で一番最初細い方、割り箸の細いのに火をつけていって、どん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 火を大きくしていくような形になります。本来であればしっかり余裕を持った焚き火シートを、敷いてください。まあ、今回ちょっと棚山なので、まあ、直火 OK というところになるので、ちょっと気持ち程度になってしまうんですけど、しっかりキャンプ場のルールにのっとった、焚き火を楽しんでください。今回は、火付けの火の、燃料はマッチでやっていきたいと思います。であと、まあ、麻紐を使うと本当にすごい最初に火付けが良くなるので、麻紐も使っていきます。で麻紐はこういうふうに先をほどいて、どんどん表面積を広くしていくと火がつきやすいので、こういった麻紐も使うと便利になります。まずは割り箸サイズ、割り箸サイズのものを組んでいきます。いげたで今回は組んでいきます。
で火をつくには3要素必要になってきます。熱、酸素、原料になります。なのでしっかりと空気も入れることが大事になるので空洞を作っていくような形もコツになります。でマッチなんですけど、こういうふうに一回ちょっと 手の方に火をつける、火は上の方に行く習性があるので、そうすると火がちょっと大きくなるのでこのまま下の方に入れます。そうすると麻紐についてくるの でここで注意事項としては、ここでいきなりふーって風を吹き込まないでください。酸素が多すぎると火が消えてしまうのでちょっと放置するような形になります。しっかり焚き火はじっくりと焦らずやっていってください。でだんだんちょっと火が大きくなってくるの でここでいっぱい作った割り箸サイズの薪を入れていきます。細かく。でしっかりとここでいきなり入れてしまうと酸素が、取り入れられなくなってしまうので、しっかりと空洞を作りながら、よくここで火ついたって、ここがゴールじゃないので、焚き火は火が安定してゴールになるので、まだここからがスタートだと思ってください。で徐々に薪を加えていきます。最初は、長いものよりもやっぱり細くて短いものとかの方が燃えやすいので、そういったものを入れていってください。でこういうふうにいげたでやると立てかけやすくなるので、こういった形で立てていくといいですね。で火ついたって言ってありがちなのが、ここからどんどん、いっぺんに入れてし、薪を入れてしまうってことがあるので、しっかり1本ずつ入れていくと、火が安定して大きくなっていきますので、そういった形で入れていってください。なので1回の火付けには結構な薪が必要になりますので、また後で火がつかなくなった時っていうのが、また薪を割んなきゃいけないというので、最初に割り箸サイズのものを結構多めに作っておくと、準備が一番焚き火には大事になってくるので、これぐらいになってくると結構火がついてきたなって形になるんですけど、ここで薪が全部終わってしまってるってなると、ああもっと火つけなきゃってなるので、準備結構薪があると慌てずにできますので、火付けはゆっくり最初はやっていただいた方がいいかなと思います。でだんだんちょっと太めの大根サイズだったりとかを入れていくといいかなって形ですね。以上で、キャンプインストラクターの火付けは終わりです。これだけ火が安定してくるともう料理もできるようになりますので、すぐに、美味しいご飯を食べてください。